セバスチャン・ローブ、セバスチャン・ローブ、1974年2月26日帯は、フランス・ランケン・アグノー出身のラリードライバー、レーシングドライバー、シトロエンのエースとして、世界ラリー選手権、WRC において、前人未到の9連覇、通算79勝、勝率46%という金字塔を打ち立てた。またオールラウンドレーサーとして、ツーリングカーレース、 耐久レース、ラリークロス、ラリーレードなど各種カテゴリーに参戦している。少年時代は体操選手を目指していたという異色の経歴の持ち主で国内選手権で5位になったこともあるが、年齢的にピークとなる時期がオリンピックと合わないので体操競技を断念したと後にごている。チャンピオンを決めた時など、節目節目でバック中パフォーマンスを見せる。 ラリーデビューは1997年、1998年からサクソトロフィーに参加して、1999年にはタイトルを獲得。シトロエンスポールの儀、フレクランに見出され、2001年には WRC スーパー1600選手権で5勝して、これを制覇する一方、シトロエンクサラ WRC でスポット参戦した WRC3 連覇では、 トップのジルパニッチから11.4秒差の2位を獲得した。2002年には、クサラ WRC を買って9戦に参戦。開幕戦のモンテカルロでいきなり、トップフィニッシュをするが、チームがタイヤ交換禁止のサービスでタイヤを交換したことが発覚。ペナルティを受け2位となり、初優勝は幻となる。それでも、同年のラリードイツで WRC 初優勝を、 飾る。2003年には、開幕戦モンテカルロで、前年の雪辱を果たす優勝を挙げ、一躍、タイトル争いに加わり、シーズン3勝を挙げる。しかし、第13戦カタルーニャでは終盤まで首位を守りながら、タイヤ選択ミスで、最終ステージに31秒差を逆転され2位に、終わる。最終戦ラリーギガバイトでは、マニファクチャラーズタイトルを優先する。 チーム事情から限界まで攻められず、ペター・ソルベルグに逆転を許し、1ポイント差でドライバーズチャンピオンを逃した。2004年にはリディエ・オリオールが持つシーズン最多勝記録体となる6勝を挙げる一方、安定した走りで着実にポイントを獲得し、ソルベルグ以下を大きく引き離し、自身初となるドライバーズチャンピオンを獲得した。フランス人の WRC チャンピオンは、 オリオール以来二人目。2005年は、当シーズン限りで WRC からの一時撤退が明らかにされていたチーム事情からマシン開発の停滞や戦闘力低下が懸念されたものの、シーズンが開幕すると、リピートステージでの走行に点を置いて開発された、ミシュランのニューグラベルタイヤが威力を発揮し、得意のターマックだけでなく、グラベルでもたチーム、ドライバーを圧倒。 新記録となる6連勝を含め、シーズン最多勝記録を塗り替える10勝を挙げ、2年連続のドライバーズチャンピオンに輝いた。地元、フランスで行われた第14戦、ツールドコルスでは、WRC 史上初めてでのスペシャルステージで、トップタイムをマークする、完全優勝を果たした。2006年は、シトロエンがワークス活動を休止したが、 プライベーターのクロノスチームから引き続き、クサラで参戦。苦戦を予想されたが、第9戦ドイツでは、史上初の同一イ,イベント5連勝を達成し、第11戦日本において、カルロス・サインツの持つ通算勝利記録26を更新する27勝目を達成した。第12戦キプロスで勝利し、チャンピオンに大手をかけた2日後、マウンテンバイクを乗車中に転倒し右上腕を骨折。 残り4戦の出場を断念し、タイトル防衛が危ぶまれた。しかし、第14戦オーストラリアにおいて、ドライバーズランキング2位のマーカス・グロホルムが5位に終わったことで2006年シーズンのドライバーズチャンピオンが決定した。この時、ローブは自宅からインターネット中継で不思議な気分だと語った。2007年は、シトロエンワークスが新型マシンシトロ MC4。 WRC で復帰。第11戦ニュージーランドでは、グロンホルムと最終ステージのスーパー SS まで決着がもつれ込み、0.3秒差で優勝を逃した。グロンホルムの日本、アイルランドでの2戦連続リタイアもあり、最終戦ラリーギガバイトで、富間記念以来史上2人目となる4年連続チャンピオンを獲得した。2008年は、 フォードのミッコ・ヒルボネンと激しいチャンピオン争いを繰り広げたが、全15戦中11勝を記録し、自身の持っていたシーズン最多勝記録を更新。第14戦日本で史上初の5年連続チャンピオンを獲得した。2009年もフォードのヒルボネンとのチャンピオン争いは大接戦となった。1ポイントのリードを許して迎えた最終戦ラリーギガバイト。 ローブが優勝して逆に1ポイント差をつけて6年連続チャンピオン獲得した。2010年は次世代の若手選手の挑戦を受けたが、フォードのヤリエコール・マティラト・トバラとシーズン後半のグラベルでチームメイトとなったセバスチャン・オジェを引き離し、地元アルザス地方での初開催となった第11戦、フランスで7年連続チャンピオンを達成した。2011年は、 新 WR カー規定で開発されたシトルエン DS3WRC で参戦。この年はフォードのヒルボネンとチームメイトとなったオジェの急成長によりタイトル争いはさらに接戦となった。アクロポリスでのオジェの優勝によってチーム内の関係が悪化したがローブはシトルエン上層部と2年の契約延長を結びチームの絶対的ナンバー1に返り咲いた。シーズン後半は ヒルボネンに8ポイント差まで迫られたが、最終戦ラリーギガバイトでヒルボネンが先にリタイアしたため、8年連続のドライバーズチャンピオンが決定した。2012年は、チームを去った、オジェに代わって加入したヒルボネンのサポートを受けた。9月27日、パリモーターショーで行われた記者会見の席上で、2013年は引き続き、シトロエンチームには止めまものの、 モンテカルロなど一部のイベントのみに出場する方針が発表され、事実上 WRC の一戦から退くことが明らかになった。第11戦フランスにて9年連続の自身最後となるドライバーズチャンピオンを獲得した。2013年は開幕戦モンテカルロ、第2戦スウェーデン、第5戦アルゼンチン、第11戦フランスのみ出場。 フォルクスワーゲンのエースとなったオジェと最後のセバスチャン対決を演じ、モンテカルロとアルゼンチンで優勝して、通算勝利回数が78勝に達した。WRC 引退の場として選んだ地元、フランスでは最終日に横転事故を起こしてリタイア。キジャグノーでのステージを迎える前の幕切れとなったが、ラリー終了後には偉大な英雄を称えるセレモニーが行われた。 WTCC 転校後の2015年、モンテカルロにシトロエンからスポット参戦し、2年ぶりの WRC 復帰を果たす。序盤からトップをキープするが、デイに SS8 にて、左リアをヒットし破損。SS は完走するも、規定時間内にサービスへ戻ることができなかったため、デイリータイヤとなり、順位を落とし、ラリーに来ていにて、 さ3に復帰し最終的に8位でフィニッシュした。2017年はシュトロエン C3WRC のプライベートテストに参加し、2018年はシュトロエンから WRC 参戦にスポット参戦することが決定した。3年ぶりの WRC 出場となったメキシコではパンクで交代するまで一時総合主位を走行。3戦目のスペインでは最終日に タイヤ選択が的中してトップに浮上し2013年のアルゼンチン以来5年半ぶりとなる WRC 通算79勝目を記録した2019年もスポット参戦が囁かれたが2018年シーズン終了後にメインスポンサーのアブダビがスポンサーを降りたため一転シュトロエンからの参戦が困難になったまた同年主戦場であったダリーレードや ラリークロスからもプジョーが撤退したことにより、PSA でのローブの居場所は事実上なくなった。2018年12月に、ローブは韓国のヒュンダイとのパートタイム参戦契約を結び、17年間に渡る PSA との蜜月の日々に別れを告げた。2014年、ローブは世界ツーリングカー選手権に転向し、シトロエンワークスチームの C、エリゼ WTCC に乗る。 シトロエンは WTCC 初参戦ながらシリーズを完全支配し、ローブは開幕戦モロッコのレース2で初優勝を飾る。最終的にチームメイトのイバン・ミューラーとホセ・マリア・ロペスに次ぐランキング3位で初年度を得た。2015年も同じ体制で WTCC に参戦。年間勝利数を前年の2勝から4勝に増やすが、ロペス、 ミューラーに次ぐランキング三位は変わらず、2016年からダカールラリーへ挑戦するため、15年間栄光を共にしてきたシトロエンとの関係を終え、同じ PSA グループに属するプジョースポールよりダカールラリーに参戦することを決めた。2016年はレギュラーシリーズとして世界ラリークロス選手権に参戦。プジョーが支援するハンセンモータースポーツに所属し、 プジョー 208WRX をドライブ。WRC 時代の公的種、ペター・ソルベルグ、2014.2015年、ワールド RX 王者と再び、同じ場所で戦うことになる。第10戦で、初優勝し、フルウェットの路面で、ラリー経験が役立ったと語った。この年の年間ランキングは5位。2017年以降も、継続参戦したがフォルクスワーゲンと、 ヨハン・クリストファーソンが猛威を振るったため、2018年に一勝をもぎ取るのが限界であった最高ランキング4位。2018年をもってプジョーは撤退したため、ローブのラリークロスのキャリアも一旦の幕が引かれた。ローブは WRC 王者時代よりスケジュールが重ならない範囲で他のカテゴリのレースに出場していた。プジョー氏ロエングループのモータースポーツの顔として、 活躍する一方、ルマン参戦、会一テスト走行、プライベートチーム、自己設立など個人としてもレースに情熱を注ぐ、姿勢が伺える。2012年に、ルマン再参戦を視野に入れて、セバスチャン・ローブ・レーシングを設立。SLR は、初期は、ヨーロピアン・ルマンシリーズ LMP 2クラスや、ポルシェ・カレラ・カップ・フンス、フランス GT 選手権。 FIAGT 選手権に参戦し、カレラカップではトップコンテンダーとして現在も継続している。SLR に所属した主なドライバーにジャンカール・ベルネー、カレラカップやステファン・サラザン、LMP2 がいる。また、ローブ自身は同チームで2012年のルマンのテストデーに参加した、ほか2013年に FIAGT 選手権第5戦で優勝を挙げている。 2015年に SLR は、ローブ自身も1年早く、シトロエンから参戦していた WTCC に、モロッコ人ドライバーのメディ・ベナーに応用して参戦。マシンは、ローブと同じシトロエン C、エリーゼ WTCC、インディペンデントチーム向けの WTCC トロフィーで、年間2位の成績を収め、カタールのレース1では総合でも2位表彰台を獲得した。 2016年は、ベナーニに加えトム・チルトン、グレゴリー・ドゥムースティエの3代体制。ベナーニがハンガリーとカタール、チルトンがアルゼンチンで総合優勝するなど、ワークスチームを脅かす存在となり、WTCC トロフィーではチームドライバーの2冠を獲得した。2017年は、ドゥムースティエの代わりに、ジョン・フィリッピが加入。ワークスのシュトロエン・ナキアと、 ホンダとボルボの間に割って入り、チルトンとベナーニが総合優勝3回ずつでトロフィーを連覇した上、チルトンが総合でも年間3位に入った。WTCC が WTCR に引き継がれた2018年も継続して参戦。マシンはフォルクスワーゲンゴルフ GTTCR。ドライバーはロブハフとベナーニを要し、第2戦と第9戦のレースにで、ハフ。 第8戦のレースにで、ベナーニが優勝している。また同年、ローブ自身も参戦する世界ラリークロス選手権に、SLR も参戦することを表明。こちらのマシンは、ローブと同じプジョー 208RX スーパーカー。ドライバーは、WTCC 時代も加入していたドゥムースティエ。モータースポーツのトップカテゴリーでは、異例の9年連続チャンピオンという長期派遣を築き上げ、 圧倒的な強さからラリー界のシューマッハとも呼ばれる。同世代の良きライバルであるペター・ソルベルグと比較すると、ドライビングスタイルに派手さがなく、正確なグリップ走法はカメラマン泣かせと言われた。WRC では後輪を滑らすドリフト走行が主流派だったが、ローブの登場以後、タイヤのグリップ力を無駄なく使い切るドライビングスタイルでなければ勝てなくなったと言われる。 また、攻めどころと慎重さの判断に優れ、極めてミスが少ない上に、どのようなコンディションも苦手としない。もともとはターマック、舗装路面系のドライバーだったが、WRC では路面を選ばないオールラウンダーとして才能を開花させた。中でも雪のラリースウェーレンを史上初めて北欧系ドライバー以外で制したことは特筆される。ルマン24時間での総合2位など、 ラリーとは性質が異なるサーキットレースでもその才能を発揮している。もの静かな甘いマスクで女性ファンも多いが派手な言動は少なく真面目で控えめ。勝っても負けてもほとんど感情的にならず淡々としており、冷静かつ正確なドライビングと相まってアイスクルセブの異名がついた。一方プライベートでは インタビューの日でもギリギリまで寝てることがあるなど極めて自然体である。2005年にガールフレンドのセブリーヌと結婚し2007年には公式サイトで退任が報告された。セブリーヌとはペアを組んでローカルラリーに参加することがある。2009年にはフランス選手権最終戦ラリーデュバールにセブリーヌをコドライバーとして出場。セブリーヌの ナビゲートミスにより3分のペナルティを受けデイにで、トップから34秒遅れのに、明日はドライバーに頑張ってもらわなくちゃというセブリーヌのコメント通り、デイス3で2位に大差をつけて圧勝した。2009年5月、5度の世界チャンピオンなどフランスに、対する功績から、レジオンドヌール勲章を授与された。プレイステーション3のドライビングシミュレーター、グランツーリスも5に、 本人役として出演。セバスチャン・ローブ・ラリー・チャレンジと題したステージのオープニングでグラベルステージの走り方などについて解説している。2016年にはセバスチャン・ローブ・ラリー・エボーというローブが監修、及び彼の経験に基づいて開発されたラリーゲームがマイルストーン社より発売された日本では、プレイステーション4用が本語版として発売された。 リチャード・バーンズ・ラリーでもあったように、林道など実際の道を最先端の画像能力で表現し、天候の変化などによる路面の変化も忠実に再現されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。